はい、今回はですね、暗号通貨の、まあ、セキュリティについてちょっとお話ししようかと思います。まあ、暗号通貨の意識がだいぶね、皆さんの中からも抜けてきてるんではないかなと思うんですよね。多分私の動画をきっかけとして見てくださったきっかけの一つとして、まあ、暗号通貨の情報を取るときに私が情報発信をしていたので私に出会ったと、私の動画をチャンネル登録したみたいなところがあると思いますけども、あれから1年2年と経っていって、だんだんとですね、暗号通貨ってもの全体的に慣れてきたといいますかね、もう意識も抜けてきたというか、せっかく購入した暗号通貨が置いてあるところも忘れてしまうとかね、パスワードを忘れてしまうってこともあると思うんですけども、このあたりでこの時期にですね、あの暗号通貨の盗難っていうのが起きやすいんですよ。皆さんの意識が抜けてきて、もうね、あの毎日アクティブに見ることがなくなった時にさっと取っていってしまって、久々にログインしてみたらなかったみたいなね。そうすると意識的にももうね、自分が保有しているって意識もないので、まあいっかとかになっちゃいがちなんですよね。だから気をつけていただきたいかなと思います。で、結局自分の暗号通貨をどのウォレットに入れておくのか、どの暗号通貨のねウォレットに入れておくのかっていう問題になりますけども、これね、やっぱり私がそうしてるってことは言いませんけども、セキュリティの問題がありますから、取引所が一番いいんじゃないかなと思うんですよ。結構取引所って儲かってるんで、その補填してくれるんじゃないかなと思うんですよね。でもあの USB 型のあのこうウォレットに入れておくと、この USB が破損したりとか、もともとこの USB がね、ハッキングに使われてるってこともあったりとか、あとウォレットっていうのは基本的に自分しか見れないので、ウォレットを作った会社がね、盗んでしまうってこともあるんですよ。まあ、そういうことを言えば、まあ、取引所がまあいいのかなと。特に金融庁が管轄している取引所に入れておくと、まあ、結局は補填してくれるんじゃないかなと私は感じてるんですよね。まあ、皆さんのね、暗号通貨とか、それから投資案件どうですかね。あのそろそろログインして見ておいた方がいいと思います。まあ、私はADAを毎日見てるんで心配ないんですけども、その他の通貨ってのは結局ね、あの XRP とかも買ってほったらかしなんで、たまに見ないといけないかなと思ってるところなんですよね。まあ、ビットボックスとかね、ありますけども、ああいうところもログインしなくなった人が多いんじゃないかなと思うんですよ。で、いろんな不動産海外投資とか暗号通貨で裏付けて買えますよっていうのがありますけども、あれもそろそろログインしとかないと、勝手に利用規約が変更されてですね、見たこともないような、まあ、なんですかね、ICO に変えられてるかもしれないですよね、あのトークンとかに。そうなるともう完全にビットで買ったはずなのに、わけのわかんないトークンになっていて、ビットにもできないみたいなね、要するに盗難と同じようなことにもなっていかねないということがありますんで、この辺ね、用心してもう一回ご自身のね、暗号通貨を総ざらいして、決済するのは決済した方がいいと思います。まあ、大体管理できるのって、そんなにたくさんないんですよ。1種類か2種類ぐらいが精一杯なんでね、あの手を広げすぎた人はこの機会に損切りするなりね、利確するなりして、自分の、本当思いを込める暗号通貨1点か2点に絞った方が管理しやすいんじゃないかなと思っております。今回は以上ですね。